世界樹の迷宮シリーズリライト。かつて冒険者だった君を、そしてこれから冒険者となる君を、3つの冒険が待っている。世界樹の迷宮1、2、3が高精細なグラフィックで鮮やかによみがえる。緑にあふれた小さな町と巨大な地下樹海、未知なる森に眠る莫大な財宝を求めて冒険に出よう。世界樹の先にある空飛ぶ城の伝説、大樹の中にある巨大な迷宮を調査し、伝説の真相を突き止めろ。謎の遺跡へとつながる南海の大迷宮、古代の大いなる技術で栄えた巨大国家が100年前に突如海へ沈んでいった。前人未到の遺跡を見つけ、富と名声を手に入れるため海底迷宮を踏破せよ。冒険者を自由に作成し、君だけのパーティーを編成。進んだ道のりを書き残し、迷宮の奥へ進め。ダンジョンでは強敵たちが行く手を阻む。仲間たちと連携して攻略せよ。 HD リマスターで追加された新要素、冒険者の見た目は職業に関わらず自由に選択が可能。3段階の難易度選択で初心者から経験者まで楽しめる。セーブスロットの追加、オートマッピング機能で探索はより快適に。大公開クエストはオンラインプレイにも対応。合計24種類の新規イラストも登場。より楽しく遊びやすく生まれ変わった世界樹の迷宮で、君だけの地図を描こう。世界樹の迷宮1、2、3 HD リマスター、6月1日発売。先着購入特典は冒険者の見た目が変わるアトラスコラボ冒険者イラストパック、任天堂スイッチタッチペンが付属した初回生産限定パッケージ版も登場。詳細は公式サイトをチェック。